今日は何にもない日のルーティンの動画です。ちょっと朝なので声がやばいんですけど、今日なんと今起きたんですけど9時です。今9時に起きちゃいました。はい、今一応豆くんに挨拶したので、今からちょっと朝ごはんを食べていきたいと思います。で、今結構トーストとか食べちゃうとお昼ごはんが寝ちゃうって結構食べれなくなっちゃうので、シリアルを食べたいと思います。サクサクが好きなので全然かけずにちょっとだけかけます。うますぎてただのスナック菓子みたいな。これがシリアルですね。今から大豆にご飯をあげていきます。まだ大豆お昼寝中で、見てください皆さん、こちらももかさく大豆サークルです。これがあるといつでも簡単にお散歩をさせることができるし、折りたためるので、ここで広げたり縮めたりもできちゃいます。折りたたんでしまうこともできるし、なんとこちらの高さマメくん入れませんということで、カウン&ペイなものとなっています。で、今日ご飯がねもうなくなっちゃったので、今日はご飯を買いに行きたいと思います。これで最後です。じゃあ大豆抜きます。大豆はい、今日はちょっとお天気が結構いいので、プールで、庭でプール遊びをしたいと思います。まあ、プールっていうよりは水遊びって感じですね。それではプールにレッツゴー。I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down, it's disappearing. Cause in this part of town, it's pretty clear that I can feel the same.Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from poor to rich, Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a. I hear a lovely sound, it's all around me.I see the sky above me, it's so lovely. One girl, a half a dozen cities buzzing. A sense of summer breeze comes over me, and I can hear the city roar. And if you want this all. Hi, 今ね、プールが終わって無事。何も怪我することなく終わりました。で、今着替えてお昼ご飯を食べたいと思います。今日はメニューはマフィンとマフィンと、あとこの卵のお好み焼きみたいなキッシュ、あとウィンナーと、あと昨日の残りのミョンラホットドッグです。いただきます。あと水ですね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっとお出かけ、まあ買い物に行きたいと思います。今からお出かけしに行きたいと思います。行ってきます。はい、今お墓参り行きます。で、今お墓参りが終わったので、次はホームセンターに、豆くんのおやつとかと大豆のご飯とかを買いに行きたいと思います。ゴー、もうゴーして、はい、今ですねホームセンターに行ってまいりました。で、大豆のおやつとかご飯とか、あと
マメくんのおやつとかご飯などを買ってきたんです。使ってきました。はい、続いてはララポートに向かいたいと思います。レッツゴー。もうレッツゴーしてる。はい、今ララポートに着いたので行っていきたいと思います。はい、行ってきます。よいしょ。家に帰ってきました。もうめっちゃ歩いて超疲れましたね。眠いです。はい、で今回ねセール品が多くて、まあ、要するにあのいろいろ知っている方は、まあ、されとも言うんですけど、まあね、され品が結構今回多かったのでちょっといっぱい買っちゃいました。また後日紹介する動画をね撮れたらなと思っています。それで今日ねあとやることは、最近ハマっているドラマがあって、サバイバルウェディングってドラマなんですけど、毎週土曜日に10時からそう公開されるんです。いつもはねちょっとね夜更かししすぎてもちょっとダメなので、まあそう録画して次の日に見るとかなんですけど、今回は夏休みということでちょっとね生で見たいと思います。はい、サバイバルウェディングの時間までにちょっとね結構長い時間あるので、お風呂にちゃちゃっと入って出てきた残りの時間で携帯とかいじったりしたいと思います。まあスーパーグダグダしております。はい、今風呂から出てきて髪も乾かしました。で今から念願のサバイバルウェディング見ていきたいと思います。それでは夢の国に行ってきます。じゃあ見るよ見るよ、見ます。はい、今見終わりました。いや本当面白いね。あれはちょっとまだまだ続きが気になりますね。でねこの後ちょっとね、私が眠くなるまでちょっとね、ここら辺ザラザラしてちょっと暇を潰したいと思います。夏休み、エンジョイ。はい、ひとしきりダラダラしても眠すぎるので歯磨きして寝たいと思います。今日はもう寝たいと思います。眠いので、やっぱり今日もスティッチに囲まれつつ、これ新しいマスクをね、クリアーズで買いました。ユニコーン柄ですね、ここ、つなぐ耳で。なので、これをして寝ます。よいしょ、今日めっちゃ疲れましたね。おやすみなさい。よいしょ。おやすみなさい。までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイヤー。